大型台風22号は9月26日、神奈川県江ノ島付近から関東に上陸。この日、朝から降り続いた雨は東京でも400ミリを超える未曾有の大雨となって町中に氾濫しました。風速20メートル、横殴りの雨の中で逃げ遅れた人々の救出が続けられています。地盤の緩んだ高台では各所で崖崩れが続出しました。無残に押しつぶされた家の中から下敷きになった遺体が次々と掘り出されていきます。付近の避難所に逃れた罹災者たちは荒れ狂う風と雨に怯えながら不安な一夜を送りました。しかし朝になっても刻々と増える水の恐怖は去りません。ところ構わず溢れる濁流はみるみるうちに水かさを増していきます。こうして東京、神奈川だけでも浸水家屋は10万戸にも及び、交通も全く途絶してしまいました。一方、静岡県中伊豆地方では鹿野川がズタズタに決壊、水と泥に押し流された西十数か町村は目を覆う惨状です。恐怖の一夜が明けて呆然と見つめる人々の前には、雨のように曲がった線路や打ちのめされた家々が秋の日差しにさらされています。流出家屋700余戸、水の引いた跡は見る影もない泥と流木にうずめられた惨憺たるありさまです。手のつけようもないこの材木の下に千人を超す行方不明の何人かが渦まっているのです。次々に収容される痛ましい遺体が安置所へ集められていきます。今は変わり果てた姿の肉親を前に泣き崩れる遺族たち。離れ離れになった家族や一家全滅の悲劇は数えきれません。自衛隊の渡し船でやっと家にたどり着いたこの娘さんは、家族の行方不明を知らされて泣き崩れてしまいました。やがて続々と到着する自衛隊、救援隊の手によって復旧作業が始められました。恐ろしい悪夢からようやく立ち上がった被災者たち、一日も早い被災地への温かい救いの手が待たれています。こうして台風22号は東日本に無残な爪痕を残しましたが、天災とはいえ台風日本の現状では治水対策にもっと本腰を入れてもらいたいものです。